皆様こんにちは。動画をご覧いただきありがとうございます。バイオリニストの廣岡香織です。今回、ローデの24のキャプリスというこの曲集を、少しずつ配信していこうと思っております。この曲集はですね、24というのは、長調が12、短調が12、すべての調で24曲は書かれています。であまり昔弾いた時にはどんなものだったかっていうのは正直、印象がなくって、ただただやらされているという感じで通り過ぎましたので、今回コロナのこともありまして、何かこう自分で黙々と、やっていく時に調とローデを見たところ、非常に面白いなと思いました。ローデという人はバイオリニストだったんですけれども、その彼がとてもこうバイオリンについて深く考えているというものが今の私にとっては少し汲み取ることができましたので、その辺も含めて、自分の、演奏、あとは今勉強されている方々の何か少しお役に立てるんではないかなと思って、作ってみようと思っております。楽譜ですけれども、今回この全音で出しています。こちらの楽譜を改めて、使ってみております。こちらですね、中はちょっと楽譜が小さめではあるんですけれども、日本語でのその注釈ですね、訳とかもありますし、肯定した方、佐々木茂雄先生でいらっしゃいます。とても分かりやすい解説も後ろについておりますし、一番勉強していく上で一番大切かなと思うのは、こう指を置いておく場所とか、あとは弓の場所とか、どういう奏法で弾くのかっていうのも結構細かく記載されています。当然ローデの方でそういう指定があったとは思うんですけれども、それ以外のことも結構書いてあるんではないかなと思っています。正直少し私が変更している部分もあるんですけれども、その辺はちょっとご容赦いただければと思います。どうしてもやはり難しい部分もありますので、もしくはこちらの方がいいんではないかなと思って、意図的に変えている部分もございます。演奏については、いろいろ聞いていただいて、ん?と思ったり、ちょっと突っ込みどころがもしかしたらあるかもしれません。私も苦手な部分もたくさんありますし、今回改めてこうやって動画を撮ってみて、自分の演奏を改めて客観的に聞くと、ああこういうところがっていうのは、個人的にはいっぱいありますので、その辺もちろん含め、もしちょっとこうじゃないのとか、それはどうやってやったらうまくいくのかなとか、ご質問等ありましたらコメント欄等に、書いていただくと嬉しいです。できる限りお答えしようと思いますし、なかなか文章で一言で言ってしまえるようなものでもないので、その辺もっと細かくというリクエストがありましたら、そこの部分だけまた別に作ってみようかなとかは思っておりますので、長い目で見ていただければと思います。